ウェザーニュース天気図鑑、今回のテーマは冬型の気圧配置です。天気予報を見ているときに西高東低の冬型の気圧配置という言葉を聞いたことないですか？よく聞くけど西高東低って結局何？と思っている方も多いかもしれません。そこで今回は冬型の気圧配置とは一体何なのか、天気にどんな影響があるのか解説していきます。まず冬型の気圧配置とは西高東低になっている状態です。西高東低とは読んで字のごとく、日本の西に高気圧、そして日本の東に低気圧があることを指しています。冬になるとよく見られる気圧配置ですので冬型と呼ばれているんです。西高東低になると等圧線が縦に並んできます。この等圧線の間隔が狭く多く並んでいると強い冬型と呼ばれます。ではこの冬型の気圧配置になると日本の天気には一体どんな影響があるんでしょうか。まず日本には厳しい冷え込みがやってきます。その理由は空気の性質にあります。空気は気圧の高いところから低いところへと流れる性質を持っています。つまり寒い地域で発達した高気圧からは東の低気圧に向かって冷たい空気の塊が流れ込みます。そのため間に位置している日本は冷たい風にさらされてしまうというわけなんです。さらに西の大陸から日本海を渡ってきたその冷たい風、つまり北西の季節風は日本海で水蒸気を蓄えます。これにより積雲や積乱雲を発生させます。そうすると日本海側では雪が降りやすくなるんです。気圧配置によっては大雪となる恐れもあるため、冬型の時は雪の降り方に注意してください。日本海で雪や雨を降らせて水分を落とした雲ですが、山を越えた後乾燥した風となって太平洋側に吹いてきます。つまり太平洋側ではカラッと晴れることが多くなるというわけです。ただし空気の乾燥やその他風による冷え込みの強まりなどに注意が必要になってきます。ウェザーニュース天気図鑑、今回は冬型の気圧配置についてお伝えしました。